トーキングマウンテンのユダッチです。今回はベアフットサンダルゼロシューズのジェネシスを履いて真夏の大竹の三際岳に登ります。予定ではね、全部回るつもりではいますが、どうなるでしょうか。下山後はね、このジャグイワでたっぷり水遊びをしたいと思います。めちゃくちゃ暑いですが、命大事に楽しく行こう。全身にね、くまなく虫除けスプレーをして、背中にはね、森林光パワー超強力な蚊取り線香を、焚いております。暑さ対策はこのクールタオルね、水に濡らして絞って振るだけ。そして凍ったドリンクに、炭酸ジュースを入れております。さすがにね、真夏の低山程度樹林帯はね、まあまあ涼しいですが、オーバーヒートしないようにゆっくり行かないといけません。中岳朝日岳分かれまで1キロです。今のところですね、アブとか川おろかね、ネマトイすら一匹もいません。もう背中の森林コンパワーが効いているのか、暑すぎて弱ってるのか、どっちなんでしょうね。ベアフットも順調順調です。AB コース分岐点です、ね、右の B コースに行きます。しばらく階段地獄です。シンプルにきつい。あっという間に5合目です。こっからね、角度が増していきます。おお、来てますな。最初の展望台です。あら、えらい曇りましたね。まあ涼しくていいや。うわ、雨が降ってきて雷が鳴っております。うまい、順調です。ただ角度はさらにえげつないです。きつい。ちょっと空も晴れてきました。すごいですね、森林光パワー。目元すらね、嫌がって逃げていきます。順調なんですが、シンプルにきつい。中岳朝日岳向きまであと 100m。 また雨が降り出しました。どす暗いです。よいしょ、はい、あともうひと踏ん張りです。はい、9号目中岳朝日岳分岐に着きましたが、またちょっと雨が降ってて雷がね鳴ってるので待機です。結構降ってきました。待機。ただね、体は一気にクールダウンしております。涼しい。大雨です。待機続行。20分ぐらい待ちました。ようやく日が差してきましたが、まだ雨は止んでおりません。40分経ちました。ようやく空が明るくなって雨が止み始めました。では朝日岳に向けて出発します。
お、ほぼほぼ読みましたね。よかった。朝日だけいただきました。ご覧ください。ちょっとまだ雷がゴロゴロ鳴ってますが、雨は完全にやみました。では降りていきます。おお。今日はさすがにね、あっちに行くのはやめときます。わあ、すごい景色だわ。ではね、中岳に行きましょう。朝日岳でした。では中岳です。わあ、すっかり日が差してきて、はい、中岳名物の鎖場です。では行きましょう。で、この上が中岳です。もうすぐそこがね、中岳なんですが、雷がゴロゴロ鳴って怖いので、飛ばして夕日岳の方先にね行こうと思います。こちらが夕日岳の登りの鎖場です。中岳と同じくですね、ステップをたくさん切ってくれているので、難易度はね高くないです。無事通過しました。はい、この上が夕日岳です。さっき行かなかったね、中岳です。ラインをですね、向こうに離れていきました。よかった。山頂コーラいただきます。やめられませんな。ガスが上がってきてすごい幻想的です。麓は34度あったんですけどね、ここはなんと過ごしやすいです。
涼しい。では下山します。はい、A コースで下山します。A コースもね、延々と階段が続く登山道です。ほいほい、ソックス越しではありますが、だいぶ大地の湿りを感じております。びしょびしょです。はい、 AB コース分岐点まで戻ってきました。天候はね、回復するんかと思ったけど、延々とどんよりでした。あと残念ながらですね、ヤマップを起動するのを忘れてまして、登山データがありません。残念です。はい、無事怪我することもなく下山完了ですと。うん、どんよりしてます。ではジャグイーワに行って進もうと思います。うわ、これやばいっすね。すごい子供の数です。ちょっとこの中でね、遊ぶ勇気僕にはないです。優勝です。最後までご視聴ありがとうございます。この動画参考になったら高評価ボタン、チャンネル登録をお願いします。では次の動画も命大事に楽しくいこう。